はい、ハルです。今回はですね、イラストのモチベーションが上がらないスランプから抜け出す方法5つっていうのをお話ししていこうと思います。で、まあね、スランプってね、落ちる人多いと思います。私もね、絵描いてて、マジで絵描きたくない。もう、モチベーション上がらないし、抜け出したい、もう無理って思う時ね、結構あるんですけど、まあ、まずね、スランプが下がる原因っていうのを5つね、自分の中で絞ってみました。まず1つ目、神絵師の存在。神絵師を見てね、無理になる現象ですね。しかも、神絵師が自分より年下とかね、絵描き歴が自分よりも少ないとマジで鬼なえみたいな感じになるので、これもねスランプの原因マジ1位ぐらいで本当にきついやつですね。で、2個目が、まあ、思い通りの絵が描けないこと。かっこいいね、アクションのある人物画を描こうってなっても、出来上がったら全然躍動感がなかったりとかね、もっとかっこいい刀の躍動感描きたいなって思ってても、刀ってこんなんだっけみたいな感じの、出来上がってから見たら全然思い通りじゃない時の絵、違うんだけどそうじゃないみたいな時、これもスランプに陥りますね。あとは疲れる。ずっと描いてると腕が疲れたとか、もうしんどい、やだ、無理みたいな感じになる現象ですね。で、4つ目が、自分がね何のために描いてるかわからなくなっちゃう時、目標を見失うことですね。私の中でこれも結構あります。あれ待って、これ何の絵だっけみたいな感じになって、自分のね描いてる絵に価値を感じなくなっちゃう。で、イコールもうやりたくないスランプみたいな感じになっちゃうんですよね。で、まあ5つ目が画材高すぎ問題ですね。画材って本当に消耗品じゃないですか。で、だからこう一つね買って、二つ買って、三つ買ってみたいな感じでいくと、どん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 なんか出費が重なってって、待って、画材高い、無理無理みたいな感じになるんですよ。うん、なので、まあ、画材が高すぎて、結果ね、もう買えない、無理みたいな感じになって、画材を揃えるのがね、困難になっちゃう。うん、なので、まあ、これも結構、スランプに入るんじゃないかなっていうふうに思います。はい、次ですね、モチベーションをじゃあ、どうやって上げるのかっていう方法をお話ししていこうと思います。まあ、まず一つ目、目標を明確にしてあげる。まあ、これとね、反対ですよね。目標を見失っちゃうので、目標をね、先にもう考えちゃおうっていうような発想ですね。何のために自分は絵を描いているのか、まあ、芸大にね合格したいからとかね、褒めてほしいからコンテスト入賞したい、旅行先でね簡単にスケッチができるようになりたいんだとか、いろんな目標がそれぞれあると思います。絵を描く目標をね、それをこう自分の中で再確認してあげる、もう一回見つめ直す、まあ、何かにね紙とか書いてこう語ってあげてもいいですよね。目標を持ってあげること。で、2つ目が、過去の経験とかっていうのを思い出してあげること。これ私本当どこでも言ってるんですけど、絵の材料って経験だっていう風に思ってるんですよね。なので、まあ、自分のね理想とか過去に経験したことっていうのが材料になってくるんですよ。あの時良かった映画もう一回描いてみようかなとか、あの時良かった景色自分で水彩で描いてみようかなとか、あのキャラクターが好きだからこういうところを描いてみようとかね、その自分の経験とかっていうのが材料になってきたりもするので、まあこういうところもね思い出してあげることで、あ、そっか、あれ描こうっていう風にねモチベになってきたりする時もあります。で、3つ目、場所を変えて描くこと。結構ね絵を描くところって家とか学校とか自分の部屋とかが多いと思うんですけど、たまにね環境を変えて描いてみる。私もね森の中にね描いてみたりとか、水彩鉛筆持ってディズニーとか行ったりして、この環境を変えることですごい大事なんですよね。で、なんでかっていうと、例えば普通にね、はい、ネズミの絵を描いてくださいっていう場合と、ディズニーランドでネズミを描いてくださいっていうと、ま、モチベが違いますよね。背筋伸びますよね。そう、なのでその環境を変えてあげるってこともすごい大事になってくるんですよね。まあ、気持ち的にも解放されるので、これも結構おすすめですね。で、4つ目のモチベーションを上げる方法が、まあ、映画や読書をしてあげる、まあ、作品に触れるってことですね、実際に。まあ、これもね経験を増やすってこととちょっと似てるんですけど、新しく自分の中で材料、絵の材料を増やしてあげるってことですね。映画とか本っていうのもかなりおすすめですね。で、モチベーション上げる方法5つ目が自分へのご褒美ですね。この絵描き切ったら推しキャラのマスコット買うぞとかね、この絵描き切ったら自分で新しい絵の具買うぞとかね、まあ何でもいいんですよ。自分でそのスケブ買うようでもいいし、まあ自分なりにこのご褒美をね考えてあげる。うん、まあ私の場合だと1冊スケッチブック買って、これを埋めたら次のスケッチブックを買えるっていう風に決めてました、学生の頃は。なので、このスケッチブック書き切ってないのに次のスケッチブックを買うことは絶対にない。絶対これを最後のページまで書き切らないと次のスケブ私は買えないんだっていう風に決めてました。なのでね、まあ家はねすごいスケブの量になってるんですけど、まあそんな感じで自分のご褒美を一定決めてあげるっていうのもすごい大事かなっていう風に思いますね。はい、なので、ね、まあこんな感じで、あ、今ね絶賛スランプ中です、書く起きませんっていう人はね、よかったら参考にしていただければいいかなっていう風に思いますね。はい、じゃあそんな感じで今回は終わります。頑張ってね、まあ無理して書くことはないと思うんですけど、まあよかったらモチベーションを上げて、これからもね画力を上げるために頑張っていきましょうということで、今回はこれで終わります。